ないよ。なんもないよ。はい、これが奈良国立博物館でございます。そうか。今何かやってんのかな。何かやってますかね。そういうふうにやってますね。展示の準備中でございますね。今日ですから4日からやる、日曜日からやるね。土曜日から、土曜日からですからね。今準備中でございます。正倉院展7月4日からですわ。あさってからですね。あまりの人がねいないんでね、ちょっとどっか降りてみましょう。下下ってみましょうかね。前方後円がどこあったな。だいぶ下かな。開花天皇陵やったっけ。あんまり綺麗じゃないけどね、航空写真見てもね。あれももともと綺麗かったみたいだけどね、やっぱり戦乱の時代にね、だいぶ削られたんでしょうね。こんな感じです。
こだったんだろうな。あの50年ほど前に来たのは分からんな。覚えてないよね。まあ大仏の近くではあったんでね、もっと上かな。おお、ここにも、ここに鹿さんおりましたよ、ここにこれ。鹿さんが。ほら、立派なやつの。ああ、中にほら。はい、お店閉まってます。ずいぶん下ってきたけど、もっとしたやろね。これなんか寺なとこね、これね。一歩一歩、祖先区いっぱい残ってるよ、これ。あの辺にもいっぱい残ってるよね。やっぱりガラン立ってたんかね。こうかけてる。あ、これやな。さすが大社行くの。ついてもらったの。